どうもつむつむしみたです。今日はね、次回のセレクトボックスで登場するツムを紹介していこうかなと思います。で、次回ね、9700万セレブ明日からねやってくるんで、まあその中のそこそこ強いキャラクターをねちょっと紹介します。で、それがマイカーのサリーですね。あのセレブの中では多分一番コインが稼げるんじゃないかなと思います。で、前あのラプンツェル&パスカルと迷ったんだけどねどっちにしようかなって迷ったんだけど、結局マイサリにしました。あのラッパスはね、ちょっとスコア稼ぎ要因なんで、どちらかというとね、スコアアタックやってみようかなと思って、動画で、はい、スコアアタ動画、はい、OK、いいね。あ、嘘、マイクがちょっと少ないかも。サリー、あー、ボムなぞれてなかった。寝起きプレイの弊害が出てるぞ。それでもそこそこ稼げるでしょ、マイカーのサリーナ。実はね、ペアツムの中では何番目だっけ、4番目、4、5番目くらいに稼げます。ソラ6の次くらいに稼げます。ああ、なんかうまくいってないね、全然。なんでだろうな、はい、さっきもね取り直したんだよこれ。全然うまくいかなさすぎて。ああ、やっぱ寝起きだから。ほら、よし。ああ、マジか。マイクたまらんの、今ので。そう、マイク次第でもあるんだよね、どれだけマイクが降ってくるかっていう。サリーに対してマイクの発動がね、だいたいね、サリー1回につき マイク3回くらい発動できると思うんで、だいたいね、それが理想なんだけど、ちょっと今回はマイクよりもサリーの方が多いかなっていう感じするよね。だってマリーって誰マイク1回につきサリー1回くらいのさ、ペースで今発動できちゃってるから、ちょっとサリー結構上振れすぎてるのかな。ほら、このプレイは最後サリー1回発動してふわって稼ぎたい。あー、なんか微妙だったな、めっちゃ6000枚は行ったけど微妙だったな。なんか7000枚くらい行きたかったんだけど、まあ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 寝起きプレイっていうのもあるんでいや、なんかあれ、もうちょっと行けた気がするんだけどな。もうちょっと、もう一回やってみるか。マイカのサリーね、プレイ時間短いのが、まあ、メリットなんで、実は結構効率いいんだよね。演出短いから割とサクサクいけちゃう。シップ、ここ、もう一回やってみるか。ちょっとイベント、あ、7チェーンできんかった。ほい、ほら、よし、ナイス。それでおマイクいっぱいいるね今回。 OK、 ナイスナイス、これですよこれですよ。 OK、ほい、ホタテライン連発、これが気持ちいいんだよね。 OK、結局マイクの枚積む量だよね、なんか
そんな気がしてきた。だってこんだけ違うもん、マイクが振ってくるか振ってこないかで。さっきのプレートは多分結構ね、歴然差がついてる気がする。あー、マジか。まあいいや。はい。あ、タイムナイス。実はこれ、サリーをさ、このデカサリー3チェーンしただけで、一応タイムオーブン出る可能性はあるんだけど、15チェーンなんで、結構可能性低いんだよね。出る確率が。OK。はい。ループすると思った。59消去。熱い。あー、もったいないけど、まあ、いっか。消去数増やせたら。ほい。ほら、タイム出た。オッケー。ほい。67消去。サリーがサリーじゃないわ、マイク振ってくれたけど全然違うでしょ。あー、ミスった。今のダメだったのか。でも53消去だから、爽快感がすごいわ。え、今のマジか。今ジャックの台詰め完全に掴んだと思った。オッケー。あ、これ閉まったかもしんない。あ、最後の最後さ、サリーブワーってなぞるやつし忘れちゃった。じゃ最後の最後もうちょっとねやってればもいけたかもしんないけど、いやでもすごいほら、マイクが振ってくるか振ってこないかで、ね、めっちゃこんだけ変わりますっていうのが分かったんじゃない。めっちゃいい例になったということで、よし、みんなのもね、ちょっとイベント進めて頑張ってください。マイクアナサリーね。まあ、テイスキーから一応使えるんで、まあ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 っていう感じです。ということで、今回はマイクアナサリーの紹介でした。この動画が良かったなと思ったらね、これからチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。